先生、はい、今日はうちの息子についてご相談があるんですけれども、はいはい、どうぞ。うちの息子2歳8ヶ月なんですけど、はい、最近私を叩くようになってきて、叩くんですか？はい、はい、なんかふざけてかわかんないんですけど、やめてって言ってもやめないので、なんかお友達を叩いたりしないかちょっと心配なんですけれども、叩かないようにさせたいんですけど、はい、いつも叩くときはママはどう言ってます？やめてって言って、それは叩いてダメだよっていうこと言ってるんですけど、そうやって言うと余計にゲラゲラ笑って、面白がって、はい、喜んじゃうんですよね。喜んで、はい、はい、わかりました。はい、すいません。はい、じゃあ今日も3つのことをお伝えします、ね。はい、よろしくお願いします。はい、一つ目はやっぱり人は叩いてはいけないっていうことを何度も教えてくださいね。はい、そうですよね。はい、人は叩いてはいけないけど、こうクッションとかね、うん、こういう枕とか、こういうのは叩いても。まあ、柔らかいものね、はいはい、教えてください。人は叩いてはいけないと、はい、いうことを何回も何回も教えてください、はい、で2番目ですね、やめなさいっていう禁止するのじゃなくて諭すということをやってください。でお手手はこうやってなでなで優しくするために使うのよっていうふうに諭してください、教えてあげてください、はいはい、でなでなでできるかなっていうふうに優しく教えてあげる、はい、マイナスな行動をやめる、はいはい、いい方だと思いますので、はい、そういうことやってみてください、はい、で、3つ目はですね、はい、良い行動にフォーカスっていうことで、うんうんうん、そういうふうになでなでしたり、こう肩触ったり、うん、はいはい、こう優しい時に、はい、そうだよね、お手手はこうやって優しくするんだよねっていうふうにフォーカス、良い行動を積み重ねる、はいはい、ということをやると、はい、叩くっていうマイナスな行動は減っていくと思います。わかりました。はい、一度試してみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、本日のご相談は2歳8ヶ月の子ママを叩くということで、まあふざけて叩くっていうことなんですけど、ママとしては幼稚園に行くようになったらお友達をふざけて叩いちゃうんじゃないのかな、トラブルにならないのかなというお話でした。ご家庭でできることですね、3つお伝えしました。1番、やっぱり人は叩いてはいけないということを何度も何度も繰り返し伝えてください。2番は諭すっていうことで、手の使い道ですね。手はどういうことに使うのかっていうのを諭してください。こう優しくね、なだるためにあるんだよね、いい子するんだよねっていうように諭すっていうことをやってください。3つ目は良い行動にフォーカスしてください。こうなでなでしてくれたら、ありがとう、気持ちいいね、お手手はそうやって優しく使うんだよねっていうことで、良い行動をしたらそれを認めてあげるっていうのを積み重ねるとマイナスの行動は減っていくと思います。試してください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。